柔道皇后杯全日本女子選手権21日横浜武道館体重無差別で争う全日本女子選手権で瀬川真優真矢26イコールアルソックが初優勝を果たした写真夫の勇気さんと笑顔で顔を寄せ合う瀬川真優4試合を勝ち上がって迎えた8分間の決勝で前回大会準優勝の小玉光 25イコール SBC 湘南美容クリニックを相手に指導4の反則勝ちを収めた。同じ172センチながら体重は自身より10キロ重い小玉を攻めに攻めた。昨年は準々決勝でその小玉に屈して5位。悔しさを晴らすべく昨年の決勝で所属先輩の梅木真美29イコールアルソックが小玉を下して優勝した際の映像を 徹底的に研究してきた。狙い通りのリベンジで、一気に女王の座へ上り詰めた。ヒロインインタビューで、今年こそ優勝のチャンスだと思って、前に前に、攻めましたと納得。昨年は優勢な状況から様子を見てしまい、技を丁寧にかけようと意識してしまったことで、こだまに主導権を渡した反省が生きた。今年は、ここで絶対かけてやる、と技をかけ続け、 技ありを奪ってもなお攻め抜いて、指導四つ目イコール相手の反則負けを誘った。さらに、応援席に向かって右の拳を突き上げた。勇気、優勝したよ。昨年3月に結婚した、東京北海道の柔道家だった瀬川勇気さん、26、へ。NHK の全国生中継で堂々感謝した。本当に愛しているよう、ありがとう。 ののから瀬川になって2度目の皇后杯最近よく似てると言われるようになりましたと結城さんが笑うそっくりな二人で優勝カップを手に記念撮影しみんなで笑顔になった二人は高校時代から仲が良く眉は北海結城さんは東海大4現東海大札幌というライバル校ながら愛を育んできた眉が環太平洋大 ユウさんが早稲田大と一度は離れたものの、大学の終わり頃、交際を再開、ユウさん、し付き合って3年の記念日だったという昨年3月15日に婚姻届を提出した。21年に右足首の人体人体断裂などで半年以上の長期離脱を強いられた際は、やめたい、区切りをつけたいと心が折れ、 引退に傾いていた眉を、結城さんが献身的に支えて押し戻した。共通のパワースポットという洞爺湖へドライブし、気持ちの揺れ動きが大きい、という妻は、徐々に、また前を向けるようになった。柔道と距離を置いた時期もあり、今回のパリ五輪、オリンピック、も逃したが、一つ、国内のタイトルを取りたいと燃えていた眉が、有言実行。結城さんは、 場内インタビューは恥ずかしかったけど、本人の優勝にかける思いを分かっていたふん、それを成し遂げたこと、ただただ尊敬しますと目を潤ませた。まゆも、夫に支えてもらって、女子の日本一を争う大会を制覇できた。本当に嬉しいと、今は銀行を辞め、人材派遣会社に勤めながら支援してくれる夫と、喜びを分かち合った。ご褒美は、また東野湖に行くことを決めている。 18年と22年の合同勘配で優勝し、グランドスラム、GS も22年の東京大会と23年のパリ大会で78キロ超級の銀メダル。世界選手権の混合団体戦も2度の金メダルを持つ国内の実力者ではあったが、個人の世界代表には届かなかったマユが、関類の夫と共に精進し、国内最高峰のタイトルを奪取。 出場6回目にして念願の女子日本一に輝いた、飯岡大輝